翡翠小太郎の手帳で人は本当に幸せになれるのか実験する動画。どうも、トキコです。ケアマネ試験があり、1週間ぶりのご無沙汰です。1週間分のマイハッピー、ユアハッピーをダイジェストにまとめてみました。では、どうぞ。10月2日月曜日、戸辺岡に新しくオープンした松屋さんの500円ランチを食べに行きました。衣がサクサクで美味しかったです。秋空が高くて綺麗で涼しくて最高でした。10月3日火曜日、オリーブの葉がオールオッケーしてた。ポトスやコウモリランの新芽が出てきて可愛い。10月4日水曜日、朝日がすごく綺麗。神社を掃除していたら、クロアゲハやカナヘビが出てきて可愛かった。大好きなバンド、ラッキーキリマンジャロの新曲が出た。ラッキーキリマンジャロのマオタキさんに X でいいねもらった。10月5日木曜日、夫と散歩してたら季節外れの桜が咲いてた。時計やら車のナンバーやらやたらとゾロ目を見た。翡翠小太郎の名言セラピーさんから X にいいねいただいた。10月6日金曜日、富士山の初冠雪が本段ショコラみたいで美味しそうだった。秋晴れだったのでお布団干した。スーパーのパンコーナーで蒸しパンと目が合った。10月7日土曜日、家族で久しぶりにお寿司を食べに行った。ケアマネ受験前日だったので、家事せずに早く寝なさいという夫の優しさに震えた。翌日の試験を前にたくさんの方から応援のメッセージをいただいた。10月8日土曜日、ケアマネ試験当日の朝、駅のプラットフォームに豪華クルーズ列車7つ星が泊まれてた。ずっと見たいと思っていた列車を近くで見れてラッキーだったし幸せでした。結果はどうあれ健康な体でケアマネ試験に挑戦できて経験値を上げることができた。コロナやインフルエンザなどでやむを得ず試験を諦めた方もたくさんいらしたので健康な体に本当に感謝しました。10月9日月曜日、こちらのチャンネルがおかげさまでチャンネル登録者様750人になりました。視聴回数やコメントも少しずつ増えてきました。励みになります。ありがとうございます。こうして見返してみるとノートを埋め尽くすほどの幸せというプチギフトが注文してないのに無料で毎日届いていることに気づきびっくりしちゃいます。その反面、受け取るばかりで何一つ周りに与えていない自分が浮き彫りになり恥ずかしくなりました。まずは一番近くにいて支えてくれる家族に感謝してできることを返していこうと思います。というわけで唐突ですが、今月はトキコの恩返し強化月間始めます。最後までご覧くださりありがとうございました。あなたの今日一日が楽しくて幸せなものでありますように。